援してくれる人たちのおかげですなんてね。まあイオリちゃんの可愛さをもってすればこの結果は当然だけど、やっぱり実際にそうなってみると嬉しいものよね。ニヒヒ。別に食べ物は普通でいいわよ。私を満足させるお寿司だときっと何万円もすると思うし。あんたが私にできることはもっと他にあるでしょ。ものでなきゃ。なんでもないわ。これでこの話は終わり。さあ、あんたも早くフェスの後片付けに戻りなさい。最近の彼の活躍、実に見事じゃないか。私もそう思います。でも、そういうこと本人には言ってあげないんですか。私が褒めることで彼自身が油断をしてしまっては申し訳ないからね。あえて自重しているんだよ。そんな深いお考えがあったんですね。さすがです。